今日はこれ？カセのクリップインフィルターをご紹介します。こういうものなんですよ。ボディ内に取り付ける nd フィルターなんですね。はい、nd8632 とあと uv カットフィルターがあります。uv カット他にね nd64 とか nd1000 があります。これ各一つにこのサクションカップえ9番と。ピックあとクリーニングクロスが付いてます。 例えば F1.2 クラスのレンズを使うとき、ね、日中 F1.2 開放で撮りたいときとかは、まあ、ND フィルターいりますよね。あとはね、動画ですよ、主に動画。この、まあ、私が愛用しております R5C、これシネマ EOS なんですけども、中にね、えー、ND フィルターが内蔵されておりません。シャッター速度が上がりすぎると、カクカクした、まあ、不自然な絵になってくるので、やっぱ ND フィルターが必要なわけですよ。 レンズの前につけるタイプ、レンズの交換のたびに ND フィルターを付け替える、もしくはレンズごとに ND フィルターを用意するか、バリアブル ND フィルター付きのなんとこうマウントアダプター。EF レンズだったらこれである程度減高可能なんですけど、当然 RF レンズでは使えないということで、じゃあどうするのっていう話で、まあ、そんな問題を解決してくれるのはこのカセの。 クリップインフィルターなんですねこれ実際にどうやって使うかっいうとですねこんな感じで ND8 を用意しましてこれですねこのサクションカップでピッと釣れるんですねはいこんだけでおな中にはめるとでこれはもうガチッとこのカチッとはまるわけじゃなくてなんとなくはまってるんで すっごい強い衝撃を与えると外れると思いますなんですけど、まあ、ちょっと振ったぐらいじゃ落ちないんで、えー、安心でただですねこれサクションカップの跡とかがつくんだよねはいなのでこのクリーニングクロスは必須ですキュッキュッとはいこれで綺麗になりましたでこれでレンズをつけちゃえばちょっと怖いですけど当たらないと いうことですね外す時はこの吸盤でまた吸い付けてもいいですしでねガッチリがっちりはまり込んじゃって吸盤がこう効かない時があるんですけどその時のためにこのピックが入ってるんですねこのピックでここの隙間によいしょはいまあこれだけですはいまあ付け方はねちょっと怖いけど大丈夫でしょ、はい、私これでももう何度も 取ってまますしあの途中で外れたここととは今のありませんさっきも言ったみたいにねガンガン振っても外れないんで、まあ、大丈夫かな吸盤とクリーニングクラスがあれば現場での交換もまあできます ND フィルターを何枚も持ち歩くよりこれを何枚か持ち歩いた方がちっちゃくて済む私はこのセットであの,カバンの中に突っ込むって感じですかねでさらにに言うとこれれを入れた上に あのレンズの先にね PL フィルターとかをお二重で、ね、かますこともできるので意外と使い勝手はいいですね R5R6 用って書いてあるんですけど R3 でも入りますはいちょっとやってみますねはいこれねまあ形一緒なんで R3 でも入りますはいね入ったでしょこんな感じでちゃんと入りますそしてレンズもちゃんとつきます 干渉したりしませんので大丈夫ということで、何だったら r10 にも入ります。はい、まあ、あんまり用はないと思いますけど、はい r10 にもちゃんと入ります。はい、それでね。この nd フィルターかけて撮ってきた作例があるんでま良、あ、かったら見てください。 短所、はいと,ね、としてはやっぱちょっと小さいし扱いにくいちょっと怖いっていうのもありますのであ,のあと外での付け外しはねかなり気を使うのでこの ND の番手を変えたりする作業はねちょっと外では難しい部分もあるんですけど取り付け時には必ずクリーニングクロスが必要だとか、まあ、そういった欠点はあるんですがそれを押してもね あの小型軽量で色かぶりが少ない素晴らしい光学性能でどのレンズにも使用できるねレンズの交換のたびに ND フィルターを付け替えたりレンズの後継ごとに ND フィルターを用意する必要はない多少の欠点に目をつぶってもこう導入する価値のある ND フィルターだと思っておりますこれね非常に愛用してます特にね動画を撮る時にあのめちゃくちゃ重宝してますはいというわけで このカセのねクリップインフィルターをご紹介しました。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。